もう一回その正しますけども、お釈迦様は阿弥陀仏に対して小村霊源師が言ってるような定義はしてないんですよ。そんな大霊がその阿弥陀様の姿を逆に借りて、それは私の理解ですね、うん、そこは私たちの理解ですよね、でもそれはつまり御尊師の理解というよりも小村霊源師がそう言ったからですよ。そうですですよね、でもこの世で釈尊が一番仏教の元でしょ、その元の方が言ったことと矛盾したこと言ったらどっちを取るんです。まず、はい、抜けましたけど、あの何時霊源よとこう、あの阿弥陀様が姿された阿弥陀様が現れましたと、でわしは大霊であると、大霊である、しかし、何時の、真実に関応して、今日の阿弥陀如来としてお祈りすると、つまり私は大きな大きな大霊でも、それだけでわからないから阿弥陀如来姿で応援するとおっしゃった。それは私たちはただ信じてんですよ。そう根拠もなく検証もせずですね。でも釈尊が言ってることとそれは矛盾してることを言ってるんですよ、でおよそ仏教ってのは非常にその実証的であって、そんなね突然出てきた人が突然何かを言い出すってことをおよそ釈尊は認めてないんです、だから仏説にのっとりなさいと、仏説にのっとったところで出てきた人で出てきた発言ならば、そこは裏付けがあるから、そこは聞くべきであるけれども、全く突然出てきてですよ、で大正何年に突然阿弥陀仏がね降りてきてって、じゃあそれまでの人物たちは救われなかったってことになるじゃないですか。民衆は万法始まったのは1052年ですよ。そうですね、じゃあどうするんです。1052年から大正年間までの主張は、じゃあその大元の大霊って人は見放したんですかっていうことになるんですよ、もし小村霊源師が正しいとしたら、仏教ではそう言わないんです。およそ次に例えばそういう特殊な人が現れてくる場合にはちゃんとねお釈迦様っていうのは予言されてるんですよね、その予言の通りに振る舞ったんだったら話は分かりますけど、何にもないんですよ日本っていう国の大正っていう年間にね、捨てめてだから釈迦滅後2500年とか3000年後に東方の小国にそういう人が現れると、でそのそれなりにその方が阿弥陀仏をその神仏と言うとかね、なんかそういう予言でもない限り誰でも今晩から何でも言えるでしょって話なんです。で事実日本に出てきてるのは明治以降の新宗教とか新進宗教は基本的に全部そこなんだよね。それでみんなそれぞれ正しいと言ってる。で年俸信教はじゃあ他の宗教正しくないって言わないとしても他はこっちが悪いって言ってるかもしれないじゃないですか。いやそれは分かりません。そうするとどっちが正しいかという話になりますよね、どっちの教祖が正しいんだと、これは誰もう 100質ですよ、そういう曖昧なことでね人はやっぱり正しい宗教っていうのは存在しれない、お釈迦様の筋道ってめちゃくちゃはっきりしてまして、まず浄土三部教っていうのはどういう位置づけかっていうと、二禅言経つってお釈迦様は方便経だって言ってはっきり下してるんですよね、で正直に方便を捨てただ無浄土を説くって、だからこちらでは法華経と浄土三部経を影響にしてる影響にしてますけどもしてますよね、もう相当調べましたから、だけど浄土三部経と法華経はまさに、工事現場で言ったらその外の足代、こういうやつだね、で中の塔が法華経であって、外のその足代現場のあの足場だ、足場が浄土三部経だっていう意味合いの定義をはっきりされてるわけですよ、そして、44年眉間真実だから、44年にわたって自ら私は真実をまだ解いていないんだと、そして要は一切の方便足場を全部取って取っ払ってこの塔である中の塔であるところの法華経を信じなさいというのがざっくり言えばお釈迦様の一生の教説 あのコンパクトな説明なわけですね。これは仏教学的にはおそらくどの、 少しこう仏教深く勉強した人は否定できない事実なんです。それを浄土三部経と法華経を同様に同時に同じように影響にするなんてことは仏教の一番の総称であるお釈迦様に対してまるっきりその矛盾したこと、むしろしてきたいな行為をしているということなんですね。
死が教えたことを守ってないんだから。お釈迦様は、はい、仏教の思想様として、はい、尊い方で、ね、そういう気持ちはあります、はい、でそれはだからそんなして祀らせてもらってますし、はい、してます。でも阿弥陀如来様というのはお釈迦様がこの世にお生まれになったその前にもうすでに存在された方で、で誰がそう言ったんです？お釈迦様が言われてます。言ってませんよ。あれだろ、根性の釈尊がそうですよ、うん、だけどさっき言ったようにそんなのはだから三種の阿弥陀仏っていうのはもともとは500、もともと言えば10行先に仏になったっていうね、10行前、1行っていうのは、まあ、単純計算で1600万年ですから、もう本当に昨日今日の神仏ですよ。新しくしかも西方10万億土の方で仏になった、うん、これがまあ浄土三部経の解き方ですね。ところが法華経に来たら実はそれは方便だったってわけだよ、十行っていうのは方便で、実は三千人天後、まあ十行に浄土したっていうのは同じかもしれないけど、もっとこう本地が明かされてくるわけですね、うん、で三千人天後っていうそういう昔に実は、大通知小仏っていう仏が現れて、そしてその時にお子さんがたくさんいた中で9番目が阿弥陀さんの前身で、そして16番目がお釈迦様だったと。でその時に約束事が、阿弥陀さんというのはこの地球、簡単には地球、このシャバ国土を救うのかって時に、いや私は そこはその三毒五浄のもうどうしようもないものばっかりが、はっきり言えばね、救われないものばっかりが現れてくるので、自分は それとはちょっと縁のない遠い西方十万億土の方の仏をやりましょうって請願するわけですよ。で阿弥陀如来じゃなくて釈迦が分かったと、私がじゃあその救われない汚れ切った衆生の教師となりましょうって言って出現してくるわけですね。これが法華経に説かれてる阿弥陀仏とお釈迦様の関係なわけですよ。そしてそこで最後に今度は法華経本門に来て、授業本に来て、皆さん方は私がそのインドに生まれ菩提樹の下で悟ったと思ってるでしょって、実は違うんだと、差にあらずと、実は500人天号の時にもう成仏していたんだと。つまり500人天号の久遠成仏っていうのが仏教で説かれてる一番最初浄土なんですよ。お釈迦様の方が先に当然浄土をしてるんです。阿弥陀仏の方がずっと後なんです。そしてさっき話した法華経の最後まで来た時に、実は阿弥陀仏って別人格に説いてきたけれども、それはまさに500人天皇の時に仏になった自分が、本地は釈尊で、それが衰弱した形、要は池に映った影、月があって池に映った影としての仏だったんだよ。だから正してみれば本地は釈尊っていうふうに、とうとうそのお釈迦様と阿弥陀仏の関係の最後の全てが明かされたんですね。決してあんな法案の仕方、お釈迦様がこっち脇市にいて、教授にいて、中央法体がその阿弥陀仏なんていうと、ああいう捉え方はお釈迦様は教えてないんです。小倉先生が言い出したことなんです。ということは、これがだからさっきの仏の諸説に従わざる者は、これ魔の眷属なりって、そして魔が入っちゃうんだよって、そういう人にはお釈迦様はそう予言してるんですよ。だから各地出てるその創唱宗教、要は特に仏教を本当に仏教の名前を借りた創唱宗教は刑事宗教とも言いますよね。これは全部おしなべてお釈迦様の言葉からすれば、魔の眷属の者どもが何かに憑依妄想しちゃって取りつかれちゃって、そして言い出した宗教だって言うんです。つまり邪教だって言ってるんですよ。私はお釈迦様の言葉が合理性があると思う。小倉さんのだってどうやってその正しかったっていう根拠を証明できるんです？ただそう思ってるだけでしょ、信者は。